阪神で出番の少ないあの選手について。現在首位を走っている阪神タイガース、守りの野球を唱えている岡田監督に代わり、守備位置は概ね固定されています。特に内野は完全に固定されており、二遊間は中野拓夢と木浪聖也が、サードは佐藤輝明が、ファーストは大山雄介がほとんど変わらずスタメンで出場しています。去年の矢野監督が守備位置を試合ごとに変えるタイプの監督だったため、去年は出場機会があったものの、今年になって激減した選手も当然存在しています。その代表格が、糸原健斗です。糸原は2016年に入団し、2018年、2019年は143試合すべてに出場しました。2021年、2022年も125試合、132試合に出場し、多くの出場機会を得ていました。しかし、今年は6月21日現在、30試合の出場にとどまり、しかも基本は代打での出場となっています。ただ6月11日の日本ハム戦で7番指名打者として久しぶりのスタメン出場を果たしました。26打数4安打1割5分4厘という打率を見るとかなり厳しい成績になっています。ただ2軍では24打数7安打打率2割9分2厘出塁率4割1分4厘と格の違いを見せつけています。また1軍でも出塁率は3割3分3厘と打率の割にかなり高いです。試合の終盤の大事な場面で代打で出場し、塁に出てチャンスメイク、しっかり自分の役割を果たしている印象があります。糸原は今年特別調子が悪いというわけではありません。しかし監督の起用方針が変わるだけでこれほどまでに出場機会が減るものなんですね。今年でもう31歳でこのままではいけないという危機感を持っていると思います。出場機会を得られない阪神ではなく他の球団に移りたいという思いもあるかもしれません。今回はそんな糸原健斗について迫っていきたいと思います。糸原の特徴。糸原はプロ野球選手にしては175センチと小柄ですが、ストレートに強く広角に強い打球を打てるパンチ力が高い評価を受けています。2018年の春季キャンプ中に新加入したウイリン・ロサリオにちなんでコサリオというニックネームをつけられていました。また糸原の長所は何といっても粘り強さです。選球眼が高く、際どい球はカットして甘く来た球を逃しません。2年目の2018年はフル試合出場を果たし、打率2割8分6厘、出塁率3割9分と高い出塁率を残しました。この年で糸原といえば粘り強さ、出塁能力の高さというイメージがついた阪神ファンが多いと思います。2019年もフル試合出場を果たすものの、出塁率2割6分7厘、打率3割5分3厘と少し成績が落ちてしまいました。そして2020年は右手有鉤骨骨折の影響もあり、わずか63試合の出場にとどまりました。2021年、2022年は125試合、132試合に出場しましたが、出塁率はそれぞれ3割4分7厘、3割7厘と高い出塁率とは言えず、糸原本来の持ち味が消えつつあると言えます。ただ今年は代打の打率は1割5分4厘と低い割には、出塁率は3割3分3厘と本来の持ち味が戻りつつあると言えます。代打でヒットを打つのは難しいと言われているので、今までスタメン出場が多かった糸原が代打でヒットを残せないのは仕方ないのかなとも思います。スタメンで使えば打率2割後半くらいは打ってくれると予想します。そして糸原の大きな課題として入団当初から言われているのが守備力の低さです。アマチュア時代はサードを本職としていましたが、プロ入り後はセカンドを中心に出場、ショートやファーストを守ることもあり、そのユーティリティ性は高く評価されていました。ただ肝心の守備力、特に守備範囲の狭さが指摘されていました。野手の守備力を分析し評価するデルタフィールディングアウォーズで、糸原は
規定打席に到達した年は毎年リーグ最下位の得票数で不名誉な結果となっています。そして数字面では2022年の糸原について守備指標である UZR はマイナス 8.1 とかなり低いです。守備範囲の指標であるレンジランズはマイナス 7.7 と100イニング以上守備についた選手の中で12球団ワースト。数字からも明らかに守備に課題があることがわかります。二遊間の守備力をとても重視する岡田監督に代わり糸原を起用する機会が減るのは当然といえば当然です。実際木浪と中野の二遊間が固定されてから守備が去年よりかなり硬くなった印象です。そんな糸原ですが矢野監督時代は多くの出場機会をもらっており贔屓だと言われることも多々ありました。矢野監督の贔屓。矢野監督時代、糸原選手の愛人起用がかなり批判を受けていました。2022年シーズンを例に挙げると、糸原は打率2割4分6厘、出塁率3割7厘と目を見張るような打撃成績は残せませんでした。そして守備では守備範囲、捕球力、取ってから投げるまでの速さなどの面で酷評されており、3割打てるならともかく2割4分でこの守備力なら使う意味があまりないだろうという意見も多々ありました。それでも矢野監督は糸原を使い続けるため好きな選手を贔屓しているようにしか見えず批判を浴びていました。そして矢野監督の糸原への対応について話題になったことがありました。7月16日の中日戦でタッチアップで本塁に突っ込もうとした糸原が途中で躊躇し、三塁でアウトになりダブルプレーとなった試合です。この試合後、糸原に対して、俺らは前にチャレンジしていく野球だから、やっぱりチャレンジしてあれがアウトだとしても、チャレンジから学んでいけることがあると思うし、本塁へ行ってほしかったと矢野監督。ただこの年は中野拓夢を気持ちを感じないとして懲罰交代を命じたり、同じくタッチアップを躊躇した木浪聖也が懲罰交代になったことがあり、それと比較すると糸原に対する甘さが露呈しているとツッコミを受けていました。以上のように矢野監督が糸原を贔屓していたのは間違いありません。糸原の守備力が平均以上あればここまで批判を受けることはなかったでしょうが、失策、ゲッツー崩れなど糸原が原因で失点する試合も多かったです。ファンは見ていて安心できる内野手に守ってもらいたかったんでしょうね。トレードに出したらどこが欲しがるか。さて、いよいよ糸原のトレードについて考えていきたいと思います。糸原を放出すれば喜んで取ってくれそうな球団はどこでしょうか。まず日本ハムが候補として挙げられると思います。6月9日の日本ハム戦で糸原は指名打者としてスタメンで起用されました。球団関係者は指名打者がある試合なら糸原をスタメンで使えるとはいえ、この起用にはお披露目の意味合いがあったのではないか、監督がこれまで重用していなかった選手を使うときはトレードを検討していることが多い。実際糸原は指名打者がない阪神主催の13日のオリックス戦でベンチウォーマーに戻りましたからと言っており、前日の起用を日本ハムに対してのお披露目だったと考えていると思われます。実際日本ハムは内野を固定できておらず、新庄監督も二遊間が定まらないことに頭を悩ませています。糸原のように実績がある選手はぜひ欲しいところでしょう。日本ハム OB もメジャー経由の加藤豪はセカンドを守れるものの、打撃を生かしてファースト、指名打者での起用が多い。ショートも社会人2年目の上川端、大卒7年目の石井がいるが揃って頭打ちの状態。期待のルーキー奈良も実力不足で2軍落ち。糸原ならセカンド、ショートでレギュラーを取れる可能性はあると言っています。続いて考えられるのが西武とのトレードです。西武は主力の山川穂高が性的暴行の問題で現在謹慎中。また森友哉もオリックスへ FA 移籍してしまい攻撃力がガタ落ち。
中村剛也がいますが、現在怪我で離脱中です。しかも中村はベテランなので将来のことは計算できません。これらのことが原因で西武の得点力はリーグ最下位になっています。二遊間には外崎修太、源田壮亮がいますが、ファーストとサードは穴が開いている状態で、内野ならどこでも守れる糸原なら十分レギュラーを取れます。糸原はホームランを狙える選手ではありませんが、勝負強いバッティングは現在の西武の得点力不足を解消する起爆剤になりうると考えられます。誰とトレードするか。阪神は野手は若手が豊富なので、トレードが実現すればやはり投手が欲しいところでしょう。日本ハムとのトレードが実現した場合、左の堀瑞貴、右の井口和人あたりが候補に挙げられます。堀は2019年シーズン以降4年連続で40試合に登板しており、実績のある選手です。2021年は60試合に登板し、防御率 2.36 と日本ハムの中継ぎを支えました。ただ今シーズンはわずか5試合の登板にとどまり、伸び悩んでいます。井口も堀同様、実績のある中継ぎ投手です。2018年から4年連続で40試合登板を果たしており、2021年は43試合に登板し、防御率 1.86 と結果を残しています。ただこの選手も今シーズンはわずか5試合の登板で結果を出せていません。どちらも経験豊富な選手なので信頼値は高いと思います。成績は2人とも頭打ち状態ですが、投手の育成がうまい阪神なら開花させられそうです。続いて西武について。西武は山賊打線と呼ばれるほど打線が強いチームでしたが、現在は真逆で打撃より投手王国のチームとなっています。そんな中、誰がトレード相手か考えたとき、候補に挙げられるのが右の平井勝則と宮川哲です。平井は実績十分で先発も中継ぎも両方こなせます。2019年は81試合に登板し、防御率 3.50 と鉄腕ぶりを見せました。今シーズンも23試合に登板し、防御率 1.59 と素晴らしい成績を残しています。平井は今シーズン中に国内 FA 権を取得する見込みで、他球団に移籍するのではと噂されています。西武はもともと FA で出ていく選手が非常に多いチームですので、西武球団はどうせ FA で移籍されるなら、その前に平井をトレードで放出して良い選手を獲得したいと考えているかもしれません。宮川は2020年にプロ入り後、中継ぎ投手として3年間で123試合に登板しましたが、今年の6月1日の阪神戦でプロ初の先発投手として出場し、見事勝利投手になりました。速いパワーカーブが武器で、慣れていないセリーグ相手には十分通用する存在です。以上、糸原とのトレード相手になる選手について考察してみました。糸原は守備こそ難があるものの、勝負強さや状況に応じた打撃、選球眼は魅力的で、欲しい球団は必ず存在します。特に新庄監督は糸原獲得を考えていそうですね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。糸原の応援歌は名曲で、これからも歌い続けたいですが、中野、木浪はレギュラーで、小畑もいます。サードも佐藤の他にも控えが充実していますから、出番はなさそうですよね。あなたは糸原のトレードの可能性について、また糸原はどのチームだったら輝くと思いますか。ご意見やご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。